ジョン・ストックウェルは、アメリカ合衆国の俳優、モデル、映画監督、脚本家である。1961年、テキサス州ガルベストンに生まれる。父親は弁護士だった。役者として活動する前は、国際的なモデルとして活動していた時期もあり、アーティストとして知られるアンディブ・オーホルトも交友があった。1981年に、恋のジーンズ大作戦。 巨人の女に手を出すなで俳優デビュー。1983年にトム・クルーズ、シェリー・ロングと共演した爆笑恋の ABC 体験とジョン・カーペンター監督のホラー映画クリスティーンで注目された。トム・クルーズとは1986年に彼の出世作でもあるトップガンにおいても再共演を果たした。近年では映画監督や 脚本家としての才能も開花させ、監督作に、ケイト・ボス・ワースを主演に迎えた、ブルー・クラッシュや、同じく海を舞台にした、イントゥ・ザ・ブルーなどがある。海洋ものが得意のようで、2012年には、ハルベリー主演でサメとの対決を描いた、ダーク・タイドも監督した。脚本家としては、マーク・ウォールバーグが主演の、ロックスターの脚本も担当している。 イギリスの歌手フローレンス・ウェルチは名にあたる。ありがとうございます。